はい、例のシャツの会社の登記を入手って記事を書いたんでご説明したいと思います。よろしくお願いします。で、例のシャツの会社の登記を入手しましたと。で、まあこんな感じで入手しまして、まあ、最初にご説明しますけど、登記のウェブ掲載っていうのは適法だという法的見解に基づいて、まあ、ここに書いてあるんですけど、掲載しております。はい。で、登記簿にあった増資なんですけど、まあ、昨年、資本金をね、700万から2400万に増資されており、まあ、資金は言うて潤沢なはずなんですが、なぜその TF に資金を求めて、投資を求めて出演したのかというところなんですけど、まあ、もう1700万円以上のキャッシュがあるわけで、別に改めて500万円の融資を受ける必要はないんですが、という状況からもう500万なんかどうでもよくって、完全に、まあ、シャツの販売宣伝目的での出演じゃないですかっていう書き込みがされておりまして、まあ、他にもその3月の17から19日に行われる介護の展示会イベントなんですけど、ここでまあ、来場者には3000円で、まあ、普段7000円から1万円するシャツを3000円で提供しますって書いてあるんですが、で、この介護のイベントですが、まあ、2017年の来場者数が1万5000人以上と。で、まあ、今回もシャツのブースには、まあ、2000人以上は来場するんじゃないですかと、まあ、想定されまして、となると、まあ、シャツを提供するわけですので、半分の1000枚は用意しないと、とても提供できないわけですよ。ただ、まあ、ご存知の通り、シャツ爆売れしてまして、現在予約生産中なんですけど、シャツ提供しませんとか、枚数制限がありますっていうアナウンスが何にもないんで、多分もうそのくらいのシャツの入荷のめどは最初からあったと。つまりもう、相当の枚数、生産されてて、もうかなりの在庫に余剰があったんじゃないかと思われまして、だからまあ大量生産とか、まあ多分500万をね、投資してもらって大量生産するんだってことを言ってたんですが、まあ、相当数の枚数、まあ、1000枚ぐらいをね、1ヶ月ぐらいでもう簡単に用意できるみたいな感じなので。おそらく宣伝目的じゃないかなと、大量生産なんかどうでもよくって、おそらく宣伝目的じゃないのかなと、さらにそう思われるような感じです。はい。で、役員の件ですけど、特許の共同提出者の吉田という方はもう3年前に辞めておりまして、ここの記事に書いてあるんですけど、もともと吉田という方がテニスプレーヤーで、まあ、体を痛めて苦しんだので、身体の改善をするために生まれましたということが書いてあるんですけど、ただ番組ではその妹の介護がなんたらかんたらと、シャツを作った経緯が番組発表されたものと違いまして、なんかそういうところでもうさんくせえなっていう印象をね、受けました。で、まあ、登記に書いてある、まあ、役員に名前が出てきた佐々木義和という方なんですが、まあ、この方の経歴はその Facebook に出てるんで、まあ、興味のある方調べていただくとして、以前の記事でもその、志願者と主催と、この方の三角関係っていうのが、指摘はしたんですけど、まあ、今回さらに強烈なのが出てきたんで、ご説明しますと、まず志願者の会社に、この佐々木義和という方は役員として名前を載せていると。で、この正規総研という会社がございまして、ここはその佐々木義和という方が経営されている会社で、この専務取締役として、主催が FB で紹介されております。こちらです。新卒の学生に対してその講演をしている図なんですけど、まあ、専務取締役だそうでして、まあ
こういうのが出てきた以上、もうさらに強固な三角関係っていうのが浮き彫りになりまして、あの志願者とは何かのイベントでたまたま知り合った程度の関係では絶対ないだろうなと、そう思います。この背景からしてね。となりますと、ここ最近あの不都合な情報をね、知らなくていいだの、なんか調べんなっていうことを、その子さんのねリスナーさんにそのコメントで叱り飛ばしてましたけど、まあこれスパイダーマンの回のニャンチューなんですけどね、調べんなみたいなことを言ってるんですが、まあこれはまあこういう三角関係を悟られたくないっていうことなのかななんて思いました。はい、以上です。ありがとうございました。